どうもこんにちは、フルートの神田裕也です。今回はですね、フルートオンアイス第2巻に収録されてます小スズメに捧げる歌を攻略していきたいと思います。これはですね、作曲者はコルジェニョフスキということになってますけれども、小スズメさんというのはエディット・ピアフさん、つまりフランスの超有名なシャンソン歌手のことですね。彼女に捧げる歌となっているそうです。小さいスズメと書くとですね、僕最初読み方分かんなかったんですけれども、まあ生物学的には小柄という鳥がいるんですけれども、実際はこれ英語を見てみると Little Sparrow と書いてありますから、まあ、小さいスズメということで小スズメと読むのが適切なんじゃないかと思います。全体にですね、なんとなく重々しい暗い印象になってるんですけれども、ピアノと弦楽器バイオリンのために書かれてますので、フルートで吹くというよりは非常に弦楽的にですね、音符は細かいんですけども、みっちりと内容のある音をずっと出し続けてないといけない、そんな曲になってます。ですのでフルートを吹くにも同じ音質をずっと出し続けるテクニックと、そしてスタミナが必要です。じゃあどんな音かと言いますとね、やはり弦楽器を想起させるそんな音なんですけれども、中身が詰まった濃ゆい音、もうほんと倍音がみっちり詰まった音、そして早めで深いビブラート、フレーズとフレーズの間やメロディーの谷間なんかで抜かずにギューッとこう押し続ける、そんなパワーが必要になってきます。曲の構成はですね、とてもシンプルでですね、一つのテーマがずっときて淡々と進んでいく、そしてフルートがメロディーに入ったり伴奏に行ったりメロディーに行ったり、その繰り返しですので、まあ、音楽的な内容はさほどあるわけではありません。指が技術が非常に難しいとか、ソルフェージュが難しいってこともありませんので、気楽に挑戦してみてください。5小節目の最初のフレーズなんですけども、やっぱりふわふわ吹いてると全然ピアノに負けちゃいますから、まあ曲の最初とはいえ多少火を入れてちょっとパワーを持って歌うようにしてください。29小節目のですね、16分音符が連なるゾーンはですね、こうバイオリンとかチェロだったら低音までギシギシとこう鳴るんですけれども、フルートはちょっとそういうのが苦手です。ですので実際にピアノと一緒にやってみると、低音というのはほぼかき消されると言っていいと思います。ですので低音を頑張ってブリブリ吹くというよりはですね、この上の部分を一生懸命吹いてアピールするという、そういう考えでいくとちょうどいいと思います。45小節目、ここにも早くもうどんどんテンションが高まってきてですね、ここにもパワーが要求されます。フレーズの最後まで最後まで伸びきってブレスをしてまた始めるという、このもう本当にアクセルでいうベタ踏みですね、こういうのを忘れないようにしましょう。息がやっぱり足りなくなりますが、ブレスをバンバン取ってもいいですので、このフレーズのブレスの取る直前までふーっと吹いて吸ってまた吐く、このエネルギーのこの谷間がなるべくできないようにできるといいです。69小節目はですね、この曲全体的に暗いどんよりとした雰囲気なんですけれども、唯一ファーッとこう光が差すそんな場所です。ですからやっぱそういうところはとても大事にしていきたいですね。こう聴いてる人にここだけは明るいっていうのが伝わるように演奏できたらとても素敵になると思います。89小節目はですね、もう本当に最後の最後に出てくるメロディーですので、もちろんフルパワーなんですけれども、ここは先ほどと比べてちょっと音域が高いのでバリバリと歌いやすいはずです。同様にブレスはたくさん取ってもいいんですが、そのブレスを取る直前まで抜かない、そういう思いで最後にガンガン吹いてみましょう。どうもありがとうございました。今回は小スズメに捧げる歌を攻略してきました。こちらの曲はですね、このフルートオンアイス第2巻に収録されております。この曲以外にも他にもいろんな素敵な曲がありますので、ぜひお買い求めください。そしてこんなところで演奏していただければ私もとても嬉しいです。どうもありがとうございました。